保坂美希です。10月16日生まれです。出身は秋田県秋田市です。好きな山菜はのびるです。紫フルーツ全般、ミント、美しい自然、花鳥風月、踊ること、ダンス、好きな音楽を聴くこと、世界平和。大学の時に、秋田で何か舞台を見れないかなと探していたところ、わらび座で源内という作品をやっていて、それを見たのが出会いです。これからもたくさんたくさん素敵な作品を皆様にお届けします。ぜひ見にいらしてください。